皆さんこんにちは、ようこそなおぼーチャンネルへ。わー、声優歌手の遠山なおです。今回もいろいろ挑戦していきたいと思います。シーズン2はですね、5月12日に発売になる私のコンセプトミニアルバムオフにちなんで、それぞれの楽曲のテーマに沿ったオフを試していきたいと思っております。今回挑戦するオフはお風呂です。オフだけにお風呂。お風呂に入ってね、気持ちがリフレッシュしたりオフになったりする方がきっと多いんじゃないかなと思うんですけれども、実はなおぼーはあまりお風呂が好きではありません。っていうのも、なんかお風呂に入る時間がもったいないなって思っちゃって、暇だなーみたいな感じになることが多くて、いつもシャワーでバッと済ませちゃうことが多いんですけれども、そんなお風呂があんまり好きでない遠山に入浴剤を用意していただいているっていうことで、まあ、これなら私も入ってみようかなーみたいな気になる入浴剤が出てくるかもしれないので試していきたいと思います。やっていきましょう。まず一つ目はこちら、自然の恵みのお風呂です。これは米ぬかと野ばらって書いてありますね。米ぬかだって、まあでも普通のお風呂だとこういっぱい大きいね浴槽なんですけど、今日はこのちっちゃいやつなので、さあ、はあ、こんな感じ。あ、お、あ、え、なんか、あ、なんかすごい入れちゃいます粉が舞いましたね。ピチョン、え、まさかの色合い、赤いのが出てきた。気持ちいい。へえ、まあ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 かな散々気持ちいいとか言っといて辛口の評価。あ、でもなんかね、待って、米ぬか感、なんかまだねローズマリー感が強いかも。すごく上品な香りがするかも。うんうん、リラックス効果は高そう。うん、悪くない。二つ目、僕中の湯巷で噂のあの香り、あなたの心の片隅に。僕中だけにね、さあ、僕中の香りが隅々まで染み渡ります。お風呂に浸かって人や隅、めちゃ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 言っていきますね。すみ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 、あれ黒くない、こんな絶対黒くなるじゃんって思ってたのに、なんかココアパウダーみたい。行ってみよう。いやー、あれ黒くない、すごい、私やりたいことできた。いくよ、今から皆さん私とじゃんけんです。さあ、私は何の手の形をしているでしょうか。いくよ、最初はグーじゃんけんぽい、パーはい、貯金の人の勝ちです。もう一回いくよ。さあ、何してるかな、何してるかな。はい、作りました。いきますよ、最初はグーじゃんけんぽい、ディ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 、ぎょうきーはい、どうですか、勝ててますか。ラストチャンス、ディ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 、はい、作った。いくよ、じゃんけんぽい、悪
キューレワルキューレの勝ちということやね誰も勝てないなんちゃってみたいな感じでね、手もかなりすべすべになってきた感じがします。ガツンとした炭のね、なんかちょっとヒノキっぽいような気もしますけど、うん、私こっちの方がお気に入りかな。うん、好きです。さあさあ、いい感じで来ております。次3杯目はこちら、ラーメンの湯すごいの来ましたね。まあでもすごい、さすがスタッフさん、分かってらっしゃる。確かに私はこういうのの方がお風呂入りたくなるかも。うん、ラーメンだ。え？美味しそう。これ絶対食べられるよ。ペロってこれはってなるかも。あー、でもやっぱさすがに具は入ってないですね。いくよ。うわー、お風呂の色じゃない、もうスープじゃん。あ、来た来た来た、香り、これネギ散らして、うわー、めっちゃ美味しそうやばいやばい、これ夜入ったら多分朝までずっとこれよ。いやでも面白いな、普通にいい、なんかプレゼントとかでちょっとね、あげたりもらったりしたいかも。へえ、面白い。うん、ありありあり。大鳥を飾るのはこちら、じゃん、レインボム。おお、これは遠山プロジェクトにぴったりなやつですね。レインボーですよ、レインボー。これパッケージのこれを見る感じだと、こうシュワーって、こんなにでも綺麗に虹がお湯にかかるんでしょうか。開けてみた。では浮かべてみたいと思います。かつてない緊張、どうしよう、ちゃんと押さえといてくださいね。あー、どうしよう、うまくできるかな。まあこれはね、練習できないですからね。いくよ、これを浮かべてですね、こうかな。はっ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 、おシュッとかしていいのかな。ぜひ虹をかけたいですね。ちょ、さっきまで
で豚骨の匂いが手に相当残ってたんですけど、お菓子みたいな甘い香りがするからすごくいいかも。癒されそう。目でも香りでも癒される、いい感じです。あとヒアルロン酸も入ってるし、なんか遺跡山頂ぐらいの入浴剤かもですね。へえ、じゃあこれちょっとお家に持って帰って入ってみようかな。はい。これちょっと気になってるんですけど、最後くちゃくちゃくちゃってしてもいいですか。いきます。キャー、やっぱ虹って混ぜちゃいけないんだな。あー、どん天です。でも綺麗だったな。ぜひ皆様もお試しあれ。はい、ということでオフをテーマにして今日はお風呂やってきました。さっき選んだレインボムのやつをもう一個もらいました。じゃーん。はい、これを本当にお家に持って帰って自宅のお風呂でたっぷり癒されてみたいなと思います。虹かけちゃうぞ。ということでオフのお風呂企画お届けしました。ありがとうございました。じゃん、浮かべてみた。あー、シューティングスターじゃー。温かいお湯だと溶けがいい。おー、きれい。わー。おおー、めっちゃきれい。出てくる。いい。絶対ちっちゃい子もこれ好きですね。わーい、わーい。揺れる、揺れる。わー、すごい。わー、すごい。めっちゃきれい。今日これでお風呂入りたいと思います。